始まりますけども、楽しいトークで思い出深いバスの旅を演出するバスガイド。工場の月のが私は今印象に残ってて、ガイドさんのあの歌がちょっと耳に残っちゃったかなっていう感じがするけどしかし観光バスはコロナ禍で利用客が大きく減り、厳しい日々を強いられてきました。今回は利用客が戻りつつある観光バスに注目、知られざるバスガイドの裏側に迫ります。会津若松市にある会津乗り合い自動車、ホワイトボードには観光情報が書かれ、机には膨大なファイルとノートが並べられています。これは何をやってる？今はこれからツアーに行くんですけど、只見方面の勉強してます。会津地方に加え関西や仙台のツアーも展開していて、この日は只見町などを巡る夏のツアーに向けてガイドの研修を行っていました。地図書いてここどこどこを通ったらもうこのことを話すみたいな感じで、バスから見える道中の情報、知ってそうで実は知らないこと、利用客を飽きさせない豆知識を頭に叩き込みます。そうですね、受験勉強よりももしかしたら私は勉強してるかもしれないですけど。こう話すのは入社3年目のバスガイド、小石沢千佳さん23歳です。充実感をにじませる小石沢さんには忘れられない高校時代の出来事があると言います。修学旅行で沖縄に行ったんですけども、その際にバスガイドさんの乗っているバスに初めて乗りまして、移動時間が楽しかったんですね、その現地に着いた時間よりも。こうして憧れのバスガイドになりましたが、今はあの日心を奪われたガイドに近づく道半ばです。旅先の魅力を伝えるために地元の歌を利用客に披露するのは欠かせませんが、思うようにはいきません。また鳴り下がる、だからここで変にグッとこう溜めちゃうから、こう変なこう歌い方になっちゃう。最初から今みたく歌えてたかっていうとやっぱりそうではないし、日々鍛錬を重ねる会津乗り合い自動車は1943年の創業以来、形を変えながら会津の観光を支えてきました。遊覧バスが禁止された戦時中は乗客の乗り降りや誘導を担当する車掌が主流でしたが、戦後遊覧バスが復活すると現在のバスガイドが誕生したとされています。心に残る旅を提供する花形職業として多くのガイドが在籍していましたが、コロナ禍で観光バスそのものの需要が大幅に落ち込みました。もう毎日キャンセルの電話しか来なかったですね。貸し切りバス自体がなくなるとうち運行できないじゃないですか。だからそもそもの仕事が全てなくなってしまうという、まあ、そういう悲惨な状況でしたね。それでも現在観光バスの客足はコロナ禍前の6割ほどまで回復し、今後は自社のバスガイドによる質の高いサービスを提供したいといいます。この日は鶴ヶ城や大内宿など会津の観光名所を1日かけて巡ります。本城月という歌碑でございますが、春ごろごろっていうね、あの曲で始まりますけども、鶴ヶ城市とご自身のふるさとの仙台青葉城市、こちらが思い出となってイメージされて作られた曲と聞いております。さらには触れると字が上手になると言われる歌碑の話題になると、修学旅行とかで参りますと頭良くなるんですかって質問されるんですけども、それは君の頑張り次第だよって毎回答えます。はい、
作り上げたメモをもとに利用客の心をつかみます。北条の月のが私は今印象に残ってて、ガイドさんのあの歌がちょっと耳に残っちゃってるかなっていう感じがするんだけど、フリーで来るとガイドさんの話は聞けなくて、ここは何というお城だとかどういった通りなのか、そういうのは全然わからないんですけど、間近でやっぱその旅行を楽しんでくださってるお客様の声が聞こえて、精一杯お客様を笑顔にできたら、はい、それにできるようにこう頑張っていきたいなと思います。時代が移っても変わらないおもてなしの心。皆さんはゆっくりとお過ごしいただければと思います。心に残る旅を目指して、今日も笑顔を乗せてバスは走っています。今VTR にもあったように、利用客に披露する地元の歌に関してですね、ガイドの小石澤さんは録音した先輩の音声や動画を見ながら休日も練習をしたいと、さらなる成長を誓っていました。